イスファイトだったよ。お、久々。ナイスナイス。神様が一歩も動いてなかったな、うん、まあボタン入るんでね。まあ、ナイス。あら、はい、2連直しました。待機してた人いたね今ね、はい、よかった。展望でダウンロードアップロードして入るまんまで待機してました。おお、素晴らしい。慎太郎、このターン少し遅れて貨物分けしたんですけど、ギグ、そう、少し遅れて貨物分けして金庫タスクに行こうと思ったら藤宮くんがそこから出てきたんだけどさ、あれどういう動きですか？金庫タスクはしてないっていう動きですよ。あ、してないとそこに行ってまた引き返して、あるある、あるよね。いや、確認しただけだよね。うん、何の確認しに来た？死体があるかなとか。死体があるかな。なんか急にみんな下手くそな用語するな。苦しいな。あるある、全然わかる。あるのか。苦しいぞ藤宮。はいはい、5秒前にデッドがついてエレキの9番、エレキ、うんうんうん、メイアプテシロ、これさ、金庫に太郎無理、あ、金庫側に誰か入ってたりしない？これ、あ、しない、金庫側、金庫室ですか？ああ、金庫室ゲーム今います。なんか扉、宿舎前の扉と金庫側の扉が開いてて、俺は最後ミーティングなんだけど、ミーティング側の扉を開けてミーティングにいます。はいはい、その情報なら高田さんそこにいると思います。うーん、場所も定期でいい。あ、エレキの9番で5秒前にデッド。あ、僕停電直してるんで、うん、キルが変わりました。5秒前ね。ブリネロは夜はメインです。あ、おしまいし。射程が、俺と慎太郎くんとアルマくんで、メイン脇、うん、除染で、その後、なんだっけあれ、暗室やって、ゴミ箱やって、で、シャバーに行こうとしてるところですね。ちなみにこの藤宮のさ、このレポートは信用してますか？なんか僕書店の疑いもあったからあんまり信用してないんだけど。構いませんけど。あ、でもあのアルマくんが俺は見てないけどメインにはいたから、エレキ近辺とかだったら、そうそう、まあ、場所自体はそんなに別にそんなに変わってないかなって感じ。うん、脇は一緒だから。ネロちゃんはどうした？どうした？展望でアップロードした後ネロちゃんどこ行った？キッチンでバーガータスクやって席の方に行きましたよ。で最後席ついて終わり。まあ怪しいです。ネロハイフジ。うん。うん、あれ？フジミヤはちょっとなんかそんなに疑いはなくても良さそうな気がする。メイはどこにいたんですか？あ、俺はコックピットでプテラ高橋がアドミン見ないように見張ってました。そう、アドミンのあったけなんから僕見行けなかった。なるほど。広い。ちなみにおまおち慎太郎はシャワーで見合ってる最後、タオルタスク前で。うん、でもプテ5秒前に死んでんの見てあれだよ。フジミヤ発見してるから、俺届かなくない？わかんないか。わかんね。ごめんなさい。プテメイってどうやってコックピット行ったの？俺コックピットから出て、コミュエンジン宿舎リフト右ありと。展望からです。キッチン脇からかな。うん、キッチン配線タスク、キッチン武器庫、コミュコックピットだから。あとネロちゃんはアップロードが早かったな。なんか藤宮くんの疑いを抜くんだったら、ほぼほぼ俺とネロちゃんローラーしたらいいんじゃないのって感じなんだけど。ちょっと待って、何の2票？確かに見ようとしたからじゃ。もう見てないよだから。そういう動きが。はい、ありがとうございます。
藤宮さんの情報シーンなら確かにネロハイで1は落ちそうな空気はしますね。うん、あでもセルフ否定できないから。あ、何ですか、藤宮君のこと疑ってるって言ってた時あったやんか。はいはいはい。その後はあの金庫から出てた藤宮君の動向とかって見てる？いや、わかんない。僕はそのまま金庫タスクしてるんで、どっち行ったかは見てない。藤宮君って多分シャワー、さっき今この発見のターンにシャワーのオープニングに入ったと思うねんけど、うん、やったね。覚えてる？だそれをもし慎太郎くんが見てるんやったら別に信用できる情報かなと思って、覚え毛のその貨物側の覚え毛を覚えてるのを見たって。覚えてないと言うと言うと思いますか？いや、まあ、私は覚えてますけど。そりゃそうやわな。覚え毛に言ってもおかしくないと思うよ、書店に。なんかあんまりその藤宮くんのその書店の疑われ、まあ、じゃあ、うん、一旦やめよ、一旦。俺は今考えてないんで、単純にセルフはでもあるから、うん、なるほど、素直に。怪しいな、藤宮ハイブの3人の3人が一番近いんじゃない、うん、ね、少なくとも俺メインのエンジンから何かメインに入ってきたってことは、否定できると思う。絶対すれ違う、うん、俺はだからシャワーからもし誰かが入ってきてとかだったら分かんない。そういうことですね、うん、まああの僕目線だけど、ちなみにその3人だったらハイブリさんが一番怪しいかなとは思ってる。うん、移動経路が少し短いかなぐらい。分かる、めちゃくちゃ分かる、うん、それは、うん、メインから左右行って最後シャワーに入れずに終わりっていうのはね、そうそうそう、ちょっと短さは感じるね。ゴミ箱がね全然抜けなかったんです。まあ正直藤宮死んだらネロちゃんはちょっと届かなそうだかなとは思います。あ、うん、そうなんだ。うん、まあまあまあ髪切る通ってなきゃ、うん、まあ藤宮に会っちゃうかなと。エレキの構造によるけど、うーん、まあ微妙か。藤宮死んだらね、とりあえずじゃあ、うん、ハイブリネロ、ネロ、富士うっすらで、うん、まあ容疑者固めて。ローラーに関しては昨日俺が最初に提案したのをしてたのと、まあ、ボタン剣士だけど、俺初手からお好き満々で今移動してたのは見てくれてる人がいると思うので、そこはアピールしとくかな。剣士と最初に上がり、金庫タスクだけやってから、今、明役とかがミーティングに向かう俺とすれ違ってるのが。ああ、まあ確かに、宿舎にはいたね。うん、なるほどね。ほい、はい、ハイブリさんです。着替えます。ハイブリさんなんだろうな。あ、そうなの？なんか今の感じは。いや、まあ本質的にはそうだね。ハイブリさんなのか。一応ハイブリさん目線の話も聞きましょうか。今シャワールームで藤宮くんとすれ違って、藤宮くんのレポートだから、どこで見つけたか次第。覚え芸です。じゃあ分かんない、入ってないし。でも藤宮くんはもうハイブリさんが切ったのを多分見たんだよね。あの見たわけではないけど、まあ死体から出てくる。直前にすれ違ってはいる。絶対光る位置から出てるから、まあ、ワンチャンマット、うん、一応ネロブリの順でシャワー右奥から出てきたから、ネロちゃんが切ってハイブリさんがスルーもワンチャン。あ、でもそれはハイブリさん目線でなくないですか。俺がそれはマットインポスターの場合なんで、うん、まあ、うん、っていうか、うん、え、これじゃあ藤宮さん今どこで見つけたんですか。シャワーの覚えゲーです。はんはん。でも近くに人が入る余地なさそうです。うん、メインシャワーの扉も閉まってたので、うんうん、あと時間もかなりね短いと思うから、あとはタオル集めしてる間に、まあ例えばカンカンタスクのところに下位置移動させられてたりとかしたら、俺は見てないから分かんない。うん、藤宮ってなんでもう一回シャワーの覚えゲー行ったの。もうタスクが右側になかったんで、まあちょっと死体探そうかなって思ったけど、メインシャワー管が閉まってたので右奥確認しようと思って行ったらビンゴって感じです。一応藤宮くんマットとかじゃなくてインポスターの方で置くかな。ネロちゃんはキルしてないと思う。
なんだマットで一偽装とかどうこうができる場所じゃないと思うから、その細かいやつしか無理やと思うから、でその間に入ってるのは見てないから、はい、俺はハイブリさん初手切るが不死身やってことですよね。そうそうそう、なんか心配だったらネロちゃんまで釣り切ってくれていいよ。えだって3人しか容疑がないから初手が初手はどういうあれやこれは。ブリさん視点じゃあブリネロ釣りで、いやいいんじゃない。わかりました。これハイブリフジミヤとかだったら最強だよ。確かに最強ではない。あ、最強ではないか。最強はあ。いやー災難でしたね。まさかあんなに近くにいるとは。いやでもフジミヤでよかったんだよ対抗が。いい位置だったと思ったんだけどな。ロラ入んないでしょ。入んないか。入んないな。ハイブリさん2手目も僕狙ってたでしょ。めっちゃ狙ってた。停電爆速で直したらキッチンで噛み合ったから。ゴミゴミゴミ、おいゴミです。まあもうスキップでいいんじゃないかな。あ、本当ですか。いや俺とみんな思ってると思うけど決め打ちで吸ったと思うから。あ、違うんだ、ロラするんだ。いや、わかんない。まあ、どっちしろ怪しい位置だったとは。どっちも怪しいんですよ、僕って。いいんじゃない。いいっすか。ありがとうございます。今日いいんじゃないのと思うけど。する。いや、わかんない。でも、なんか8、2ぐらいで考えてるんで。さっきのあの、最後の言葉が気になりすぎて、ついたくなくなったな。最後の。そうですよね。ありがとうございます。あれワンチャンサンロラできたらいいな、みたいな、そういう。まあまあ、そんな感じはあるかな、ね、うん、一応。うん、まあ辛くていいからですね。3黒なら慎太郎はかなり初っ端から疑ってかかってたから、それは逆に逆の理論かな。逆に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 っすね。逆に逆に、俺はネロちゃんの方から逆に理論あーあーよかった。相方はうーん相方ではないけどね、ネロちゃんがマットなのよ、多分。へぇ。だから、なんか変にローラされてるから、一応遺言を出したんだが。うん、もう、ね、でもね、キルがね、現行犯だったから申し訳ないんだよな、相方に。相方誰か当てましょう、プテラスさん。当てて当てて。はい、ここまでの議論のみで。分かっちゃってますよ。こいつだ、こいつ。いや、メイヤさんは違うな。皆さんは、ほら、はい、はい、停電入ったじゃないですか。で、調光器右を直しに行こうとしたら、弁当が開いて、おまおじさんの死体があって、通報しました。おまおじはね、停電前ぐらいからメインからシャワーに入ってます。そうですね、アーカイブに入っ、アーカイブから左抜けただろうなっていう動きをしてるのを僕は見てます直前で。うん、レポが光ったのはどこなんですか。聴覚器右、右でそこす、でベントが開いたのも聴覚器右、そう、めちゃくちゃ直近です。だから、うん、ちなみに僕貨物でじゃあ停電直してるので隠しろでお願いします。停電前に武器庫キッチンあたりで慎太郎見てるから、そうだね、さすがに無理かな、キッチンメインベント、うん、メイン昇降機ベントでしょ、うん、一応ギリギリあるかもしれない。高田さんはアーカイブ所定いたけど、そこからシャワーメインで行ってるってことですか。はい、あの暗室です、私。え、メインのベントの開閉とかはないんですか。見てない、俺はね。だからあるんだったら左から入ってるはずか、もしくはその何、切ってベントに入ったかどっちかだな。上側は正直覚えてないから、高田さんがそっちの弁当見てないっていうことであれば、鬼木はじけそうっす。鬼木はシャワーとかにいたと思うんで。初手はアーカイブに、アーカイブネロちゃん置いてって。あ、で、停電になる前にシャワーに下っていく鬼木を見てるので、高田さんがそのメインの弁当見てないんだれば、鬼木ははじけそうっすね。なるほど。現実、貨物、あ、どうぞ、武雄さん。僕はシャワーです、最後。ああ。まあ、間違い。あ、現です。私は貨物、バイタル、エレキっていう順番で、貨物バイタル館とバイタルエレキ館のドアは両方剣が開けました。あとはエレキで一人です。うん、まああの
武雄さんが白くなるんだったら下の理論で藤宮君も無理かな。そっち側の弁とか入れないんだったら、うん、うん、まあ僕もそうなるね。消去法ですが高田さんが、いやそうなんだ、議論にすると俺になるから超無理じゃない、うん、もしくはネロちゃんさんかな。まあセルフになりますけど、そうですね、実質的にネロタケかな、うん、じゃあどっちか、マッドインポスターで。ーちなみにタスクどうですか皆さん。まあ多分私が一番遅い自負があるんで、レバー僕あと5個あります、ごめんなさい。あ、俺スキップしちゃったわ。俺はタスク終わる。うん、え、高田さんに言えちゃった。あ、釣らないのか。だったらじゃあタスク高田が釣れば終わりじゃないのこれって。まあなんてことだ。粘ったねえ。ああ、いやわかんな、どういうこと。誰に殺されたんですか。あ、やっぱり言わないでください。早いな。心変わりがすごいな。じゃあもう高田さんチェイス、高田さんチェイスしよう。高田さん、高田さん、そう言ったよね絶対。うん、高田さん茶化すからすぐ。え、今茶化さんどこ。茶化さん今コミ、コミ、コミ入った、コミ入った。コミ。あ、でも茶化さんインポスターだとなお、あ、でも一いるのか人が。お。D。こう。地味、俺の白証明をしなさい。確かに高田さん後悔が厳しそうだな。え、マジ？僕があの宿舎であのゲーン名屋置いてエンジン。こ、コミュ前通路って言ったらもう先に、うん、エンジン左の扉を開けてました高田さんが。コミュさんは直したコミュ前の藤宮が直してます。あ、まあ俺か藤宮どっちかです。多分ゲンさんは無理だね。うん、そっちがミーティングです。うん、で藤宮視点でさ、僕所定でさ藤宮と一緒に藤宮ミーティング行ったよね一回ね。うん、うん、で俺ヌーン乗ったじゃん。はい、で右のダウンロードして、でまたヌーン乗って戻った時に藤宮とゲンさんと合流して、うん、俺ミーティング登ってるから僕って弾けませんか、うん、キルクール的にさんも、まあ、さっきのキルも、あ、そうか、手で直してるから無理だから、うん、ネロタケ、ネロハイタケ、うん、ネロタケ、僕は見てます。ネロタケになるんだ。いや分かんないけどネロハイが普通かなと思って、あのつながりから考えると、まあタスクは残り1個で終わります。僕もはもう終わるよ。私も終わりました。え、高田さんじゃないの。高田さんを疑う。いや俺がじゃあ、まあ分かった、俺が陣外だった場合って絶対相方藤宮しかない。そうですね、高藤になります。源さんとさ、コミュになったタイミングで俺が宿舎の方に行って、源さんが宿舎に上がったタイミングで俺がもうコミュサボ側に向かってるから、はい、U ターンしました。でその後に藤宮が俺の後ろから来てるから、俺があの切る場所が全くない、うん、1個前、1個前ってた、はい、あ、どうぞ。あ、ごめんなさい、あ、先どうぞ。いいですよ。あ、一個前の、はい、おまうさん死んだターンって高田さんアイスにいたんですよね。あ、そうだ。メインのベントの開閉は見てないんですよね。見てない。え、じゃあ誰になるの。あ、今回で高田さんってコミサボ直したんですか。直してる。俺と藤宮が、まあ分かんない、俺が嘘ついてる可能性もあるよ、それだったら、うん、なんだろう、説明としてはゲンが走ってきた経路を高田さんが後から走ってるんですね。でその位置に慎太郎さんが、私は少なくとも見かけてないので高田さんが白く見えてますね。高田さんのマットは否定できないですよ僕は。そうだよね、高田さんがマットだった場合だけメインベントがある可能性があるんだよね。ああ、そっかそっかそっか、そうなったらじゃあ俺って否定できないってことだ。でも、いやでもなんかコミサボに俺コミサボトップバッターでどうなって真っ先に言ってるっていうので割と否定されそうな気がする。ちょっと僕プルーなんで釣られると困ります。スキップで、はい、お願いします。まあタスクしましょう。スキップでタスクも終わるし。ワンチャンあんのか。コミュサボ今一目散に行ってるんだったらなさそうだけどな。もうなるほどね。たけねえ、たけねえ。タスコはね、やべえ。ネロ時間多いね。まずい。初心者おるぞ。あと4ある、ちなみに。あと4。4!4!4! いや、でも4だったら終わるでしょ。まあまあまあ、幽霊だ。1分あるよ、1分。1分半あるのか。いや、今回、金庫タスクね、40秒ぐらい時間かかったからね。エアシップ初めて。お、竹起きた、竹起きた。本当に下手。終われ終われ終われ。いけいけいけ。あ、場所わかんない。あ、よかった。ノイス。なるほど。ネロちゃんです。
ネロちゃんがやってました。ミーティングです。ミーティング直ってる。キンポスター高田さんがバットだった。ちなみになんですけど、タスクはどうなんですか？僕は終わりました、これで。あ、俺は終わった。終わったんで。終わってる？じゃあ。でかい？あ、僕ミーティングにタスク残ってる。あ、じゃあ終わるんじゃないですか？ちょっとわかんないです、うん、これに関しては。あのね、あ、まあ俺がマットって疑いがあるかもしれないけど、ネロちゃんは確かミーティングに上がってってて、タケはどういうルートでこれミーティング行ってんの？僕はメインからエンジン、宿舎っていう感じで行ってます。鬼木があのシンプルに鬼木ネロちゃんの LINE だった場合って、ここで鬼木がネロちゃんっていう必要がなさそうなんだけど、いやだから私高田さんマットかなって思いました。あ、うん、だったらついつまうかなって。コミュサボ行くんだ真っ先。俺、まあ、そうね、俺一番最初行って一番最初に直してる自負があるけど、まあ藤宮が後から重なってるから、うん、あれだけど、なるほどね。ネロタケが否定されたのは結構でかいな。だタスクで良さそうな気がしますけどね。うん、なんか多分藤宮だけじゃないかな。はい、ミーティング、まあ、僕はミーティング残ってる。あ、竹尾さんがあれだったらね、インポストだった場合とかね。岡田さん、はい、マット、ネロちゃんさん、黒じゃないかな。この盤面。高田さん、マット、ネロちゃんさん、黒な。うん。だってさっきの左の慎太郎さんキールが少なくとも高田さんできないんですよ、私目線は。慎太郎っていつ死んだやつだった？1日前。あー、あれか。コミサボの下りの時、はいはい。うん。あ、そっちなんだ。ほほ。そうっすね。だから、まあ、全キル僕関われる位置だと思うので、もう疑いでもしょうがないんですけど、僕は本当に白なので、コミ戦だと、鬼木黒の高田さんマットでしか追えないです。ネロちゃんがインポスターの場合は竹尾がタスクやった終わりだし、竹尾がインポスターの場合は多分藤宮がタスクやった終わりっていう、うん、そうですね、はい、うん、じゃあまあスキッパンっていうかな、僕1個しかないんでミーティングに。アイブリ藤宮ネロちゃんにインポスターいなさそうな気がしたんやけどな。俺だよ、俺がインポスターなんだよ実は。そう。なんだ誰だ終わってない、誰だ終わってないやつ、誰だ終わってない新様は。あ、あ、ネロちゃんね、よかったよかった。いやだからネロちゃんと高田ちゃんのインポスターは絶対ないだろうと思ってた。そうっすよね。もうさすがになさそうだろう。マジで頭バグった。高田さんの小見さんも直しちゃったね。でも昇降機右のキルすごいな。すごいでよくやったね、竹尾。あれ、竹尾さんの容疑値上がってないから、ネロちゃんさんだと思っちゃいました。あ、いや一応、その高尾さんが弁当見てないんだれば、おにぎり弾けますっていう前提で僕話した、うん。いや、それ、あ、そうそう、俺、そこにいなかったから、最後も。あ、ドキッとして、適当なことでした。高田さんだけのネロちゃんインポスターだったら、高田さん、ネロちゃんの足引っ張りすぎだろうって。あ、高田家か。あ、高田家。俺ネロタケだと思ったわ、はい、ね、ネロタケだと。ハイブリさんあんたハイブリさんインポスターだよね。そうだよね。そうそうそう、インポスターだよ。いや、いや俺インポスターであのネロちゃんがマットアピを俺にしてたから。あ、そうなんや。それで違いますよ。あれは僕らじゃないですよね、ハイブリさんってずっと言ってたら、ハイブリさんが健康さんって悲しい顔してたんですよ、その後僕は。そっか、いや、ネロちゃんだと思って、それなら切れるわと思ってプテクまで切ったんやけど。あ、そうなんだ、なるほど。そう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 。よし、じゃあ行きますかね。はい、ありがとうございます。うわー。